だってお前をこんな場所に閉じ込めたくはない。お前には無限の可能性がある。その未来を奪うのは実に惜しい。無意味な幻想など捨ててしまえ。これ以上待っては無駄だ。勝ったのは俺だ。勝者のそばにいる方が、これからは全て二人で見届けよう。朝食を持ってきたよ。昨日の夜から何も食べてないだろう。ごめん、その願いは叶えてあげられそうにない。6時頃にはライラ島に到着する。それまでもう少しだけ頑張って。船のキッチンを借りていちごトーストを作ったんだ。好きだろ。ローズティーも入れたよ。少しでも何か口にした方がいい。安心して。君が望むなら週末に時間を作って会いに行くよ。私も学院にいるからね。Thank you.
実はこの学期中に特別な仕事があってね。今までのように毎日は会えなくなると思う。でも君が会いたいと望んだ時には必ず会いに行くよ。私は君の漫画のキャラクターではないよ。最近、漫画のことで悩んでるだろう。君の前に言ったことを覚えているかい？クリエイターにとって、いろんなものを見たり、聞いたり、経験したりすることはとても大切なんだ。天気もいいことだし、甲板に出てごらん。学院の生徒が他にもたくさんいるから、友達を作ってくるといい。いや、このバルコニー一緒に使ってもいいかな？いきなり触れてしまって失礼。でもこれ以上下がると海に落ちるからな。泳ぎは得意だけど、すぐに助けられるとは限らない。レディには自分から名乗るべきだな。俺はロカ・ロスチャイルドだ。次の入試では
俺の名前を問題に出してもらうとしよう。まあいい、ロカって呼んでくれ。本を読みたくてね。ここは読書にぴったりだ。これさ。もしかしてこれを読んだことがあるのか？そうか、残念。俺は作者のファンでね、サインをもらうのが夢なんだ。貸してやるよ。気が向いたら読んでみて。もし気に入ったらそのままプレゼントしよう。遠慮はいらない。同じものを何冊も持ってるんだ。お前も絵を描くみたいだし、勉強にもなるだろう。そこにいるのかい？ああ、ロスチャイルドさんもいらしたんですね。こちらはロカ・ロスチャイルドさんだよ。フレストロングループの総裁で、セントセシル学院の主要株主でもある方だ。自己紹介ならもう済ませたさ。そうだろ？今日は海が穏やかだから問題なく島に着けそうだな。入学おめでとう。おめでとう。自立した大人への第一歩だな。将来は俺のような立派な人間になれよ。それに関しては賛同しかねます。明日には住む場所が整うからまた連絡するよ。臨時宿舎には一人で行けるかい？そうか、気をつけるんだよ。漫画のことだけど、その時が来ればどう描くべきか自然とわかると思う。だから、
休みの間ピアノ触ってなかったからしばらく練習室にこもらないとまずいな。ムジークスの審査に落ちるかも。一番人気の音楽サークルだから気合い入れないと。ねえ、昨日星占いしたんだけど、なんて出たと思う？星のお告げによると、今年は学院で大事件が起きるって。どうやって占ったの？昨日は船から星なんて見えなかったけど。望遠鏡で見たの。休み中に買った新しい相棒。はいはい、ひよっこちゃんたち注目。俺は学生会長の士官だ。今からこの俺が学院を案内してあげよう。興味のある子はついてきて。こっちこっち。正面に見えるのは学院の本部棟。明日の入学手続きもここでやるぞ。ここが法学部の学部棟。ちなみに俺も法学部。平和と正義の化身って感じがするだろ。こっちは音楽学部の学部棟。見よ、この芸術的な雰囲気を。前を通るたび清らかな音色が俺の魂を震わせるんだ。そう、自分が風に揺れる一輪の蘭になったかのような気分になれる。天文台は山の上にあるから、天文学部の学部棟はメインキャンパスからは少し離れてるんだ。その分、景色は最高。ちなみにこの学院の創始者である孫卓一理事長は天文学部の教授でもある。うちで最も古い学部なんだ。他の大学にもあると思うけど、うちにも行ってはいけない禁断の場所があるんだ。それが裏山の洞窟。入ったら最後どうなっても知らないぞ。まあまあ、そんな怖い噂も大したことないさ。なんせこれから君たちには楽しいイベントがたくさん待ち受けているからね。例えば3日後にあるスターズ杯。これはセントセシルでも一番大事なイベントの一つで、あれね、あの間には自慢の助手って言葉が入るんだ。し、静かに。お願い後輩ちゃん、他の人、特に会長には絶対言わないで。じゃないと俺。そんなの決まってるだろ。命ある限り会長の座を狙い続けているからさ。
じめまして、隣の部屋のリンです。隣にどんな子が来るのかずっと気になってて、音がしたから覗いてみたの。お話しやすそうな子でよかった。これからよろしくね。そうだ、何か手伝おうか。私昨日着いたからもう片付けは終わってるの。そうなの？ここは学院の正式な寮だけど。ごめんね、私スターズハイに出ようと思ってて、今ダイエット中なんだ。ちょっとだけなら食べても大丈夫だよね。それにあなたともっとお話ししたい。入学手続きはあっちだ。今から帰るの？本当？本当に見に来てくれる？今年のスターズハイは強者ぞろいだ。リン君の素晴らしいステージを期待しているよ。理事長。こちらは学院の理事長、孫卓一先生。大会まであと2日。君は
この大会のためにずっと努力してきたそうだね。しっかり頑張りたまえ。お心遣いありがとうございます、理事長先生。まだ練習がありますので、これで失礼いたします。ちょっといいかな、話があるんだが。君は陽剣君が連れてきた子だろう。入試での君の絵画の成績はずば抜けて優秀だった。あのエメラルドの指導を直々に受けていたのなら納得だ。聞いていると思うが、君ほどの奨学金を得た学生は学院でも数えるほどだ。まさか知らないのか。陽剣君こそあの謎に包まれた画家エメラルドだ。そしてこの学院で美術を教えている。君、また会ったね。理事長、スターズ杯の準備についてご相談があるのですが。わかった。少し待ってくれ。何かあったらいつでも私のところへ来なさい。君は陽剣君の教え子だから遠慮はいらない。理事長、いくつか早急にご相談したいことがあります。よろしいでしょうか。そうか。では行こう。宇宙人を訪ねて三千里は新入生を募集してます。天文学部以外でも大歓迎ですよ。ペット愛好会です。入会条件は自慢のペットの写真を持ってくること。あ、可愛くても人間の写真は受け付けてません。Thank you.
士官君、ポスターを。脚立を押さえていてくれ。ありがとう。僕が君を？わかった。いつがいい？僕の専攻は法学だ。正直、絵についてはよくわからない。いや、やはり具体的な基準もなく何かを言うのは僕には難しい。美しいと思う。ああ、客観性に欠けるな。もういいか。そろそろ行かないと。君が持っていてくれ。その絵には学生会長の肖像権が発生しているから、しっかり保管を頼む。お願いできるか？もう一度言うが、僕の専攻は法学だ。近年摘発されている詐欺師たちは、被害者の知的レベルを過小評価しているケースが多い。君も同じ過ちを犯さないよう用心した方が身のためだと思うが、もし法律のことで質問したくなったらいつでも僕に連絡するといい。
新しい部屋の準備が整ったよ。一緒に行こう。学院はどう？何か面白いことはあったかな？熱心なのはいいことだけど、たまには息抜きも必要だ。君は没頭しすぎるタイプだから心配だ。これからずっとそばにいられるわけじゃないから気をつけて。この子と仲良くしたいならもっと優しくするんだよ。おいで。猫は人の心を感じ取れるんだ。この子も君が好きみたいだ。ちゃんと責任を持って帰るのなら構わないよ。買ってくれる人がいることは作品が評価された証にもなる。もう大人なんだから世間に評価されることにも慣れていかないと。君がエメラルドの作品のファンであることは知っていたよ。でも、私は君の先生にはなりたくないんだ。私が教えても、君のためにはならないと思ったからだ。
大切なのは技術ではなくて、絵の中で君が表現したい思いなんだ。私は君の持っている可能性を引き出すことはできる。でも、君の道は君自身が決めて進まなければ意味がないんだ。忘れないで、君は君の信じる世界しか描けない。質問したくなったらいつでも僕に連絡するといい。大丈夫？待って。
僕だよ。僕だよ、ロタツだ。覚えてない？去年雪山で会ったこと。あの時君と陽剣先生が僕を助けてくれた。覚えてないかな。身分証を見せたら思い出してくれるかな。覚えててくれたの？言ってくれればよかったのに。君はあの時僕を助けてくれただろ。それがお礼になるならあげるよ。ありがとう。でも今回は長い時間を一緒に過ごせると思うよ。改めて自己紹介するね。僕はセントセシル学院の転入生で天文学部3年のロタツだ。さて、可愛い後輩を送っていこう。
とても素敵だ。気に入ったよ。君の描いた絵をもらえるなら喜んで全部送るよ。あそこは景色がいいみたいだから写真を撮りに行くんだ。もし危険を感じたらすぐメッセージを送るから、その時はまた僕を助けに来てね。そうだった、大事なことを忘れてたよ。それがコンテストの順番が決まったんだけど、私一番になっちゃって、それでちょっと緊張しててごめんね。見られただけで十分だよ。また会えたのは嬉しいけど、どうしていつもこんなに危なっかしいのかな。そこにいるのは誰だ。私だ。ロスチャイルドさん、どうしてこちらに。
事前にステージを見ておこうと思ったんだ。ですが、あなたは出場者ではなく審査員だ。スターズ杯は毎年テレビ中継が入るだろう。審査員も当然映る。ならばどの角度だと最もよく見えるのか下見をして当然だ。テレビ映りという芸術に対して私なりの敬意を払っているつもりさ。君たちはなぜここに？ステージは最終点検中で立ち入り禁止だよ。コンテストでトラブルがあってはいけないからね。理事長、俺が彼女とその友達を呼んだんだ。彼女たちの意見を参考にするためにね。何にせよここへは立ち入らないように。それと君たち、そうだ、家まで送っていく約束だったよな。外はもう真っ暗だから女の子二人じゃ危ない。もちろん、こんなに暗くて俺が怖いんだ。さあ一緒に帰ろう。ありがとう。あなたがいてくれて本当によかった。明後日のコンテスト絶対に来てね。私のダンスを見てほしいの。ようやく二人きりになれたな。お前にずっと聞きたかったことがある。正直に答えてくれ。船で貸した漫画読んだか？そうか、どうだった？
いや、あの漫画のダメな点は感情表現だと思う。いまいち主人公の恋愛観に共感できない。もちろん暴君さ、あいつ俺にそっくりだろう。気づかなかったか。でも俺はあれは単純な少女漫画じゃないと思う。ラブストーリーの描写はともかく、世界観が細部までよく練られている。背景はよく見たか。舞台は地球じゃない、全くの異世界なんだよ。それを言ってしまえばそうだが、でもあの漫画は牢獄の壁の模様や鏡台の装飾に至るまでディテールが本当に見事なんだ。そう、まるで作者自身が異世界に行ったことがあるみたいにな。あるいは行かずとも何らかの方法で目撃したかのように。光の当たらない場所に人物や建物がきちんと存在するかどうか、それがリアリティと下手な空想との違いだ。例えば今日のステージ、ライトは俺を照らしていた。でもライトの当たらない場所には理事長がいた。見えない部分にも存在する現実を多くの作家は描くことができない。この作者は異世界がリアルだと読者に信じ込ませるだけの力を持ってる。でもラブストーリーの出来は正直笑っちゃうけど。そんなわけないだろう。俺は彼女の作品にみなぎる生命力みたいなものが大好きなんだ。ここはお前のギャラリーなんだな。ちょっと覗いてもいいか。これをもらおう。気に入ったからさ。大切なのは俺が気に入ったかどうかだろ。この絵からは怒りのエネルギーを感じる。会議室の壁にぜひ飾りたい。
魔除けの護符みたいだな。さて、そろそろ行くか。お前の絵もサインもどっちも大切にする。なんだ、そんなに俺を返したくないのか？少女と皇帝に一緒になってほしいな。でも作者が自由に描けることが一番だ。俺は一読者として物語の続きを待ち続けるだけさ。お嬢さん。
お嬢さん、ここで絵を描いてはいけない決まりです。うるさいな。そこにいるのは誰だ？アイン様、お疲れ様です。実はこいつが。何を持っているんだ？待て。こいつらの足、速いぞ。入れ。書き終わってないんだろ？未完成のまま手放すなんて、画家としては悔しいだろ。ただの脇役だ。言っておくけど、ここは誰が入ってもいい場所じゃない。それと、誰もが僕のピアノを聴けるわけじゃない。僕は高いんだ。なあ、なんでみんな集まってんだ？今日は年に一度の無料でアインが見られる日だからだよ。アインって誰だよ？新入生？何も知らないのね。
先輩、ごきげんよう。スターズハイ出られるんですよね。応援してます。ごきげんよう。どうもありがとう。先輩もアインさんの演奏を聞きにいらしたんですか？彼も今回のスターズハイに参加するって聞いたから様子を見に来たのよ。彼めったに人前に出てこないし、人を寄せつけないでしょ。それに顔に書いてあるわ。皆さん、こんにちは。音楽サークルムジークスの部長、チョアンです。少しお時間をいただいてムジークスについて紹介しちゃいます。もっとうまく弾けるようになりたいか？それなら無事、もっとたくさん友達を作りたいかい？それなアインと同じ舞台に立ちたいかい？それなら今すぐムジークスへ。入会届けください。アイン、今日はご機嫌じゃないか。今年もお前のおかげでサークルの入会届が全部はけたよ。そうか、それじゃ追加料金払えよ。
ねえ、もう帰りたいんですけど。まだ5分も経ってない。君はいつもサボりたがるな。今回はマジ、このコンテストおかしいって。誰が何と言おうと俺は帰る。帰ってやるんだ。なあ、君だけだよ。俺の心の叫びを分かってくれるのは。聞いてく。釈明したいのならここで聞こう。わかったわかった。あのさ、今年のコンテストマジでちょっとおかしいんだよ。こいつのことは相手にしなくていい。コンテストが前倒しになったことで学生会の仕事が増えたのが気に入らないだけだ。毎年スターズ杯は学期の途中で開催されるんだ。なのに今年は始業式の前だよ。学生かもどうかしてるよ。おかげでこっちは大忙しさ。けどまあそれは置いといて、今日昼間講堂の前を通ったら話し声がしたんだ。覗いてみたら誰がいたと思う？誰もいなかったんだよ。ありえないね。俺は耳には自信があるんだ。それで何が聞こえたんだ？いや、その内容まではちょっと。でもあそこには絶対何かいた。誓ってもいい。あねえ後輩ちゃん、会長、黙らないで。なんか言って、もしもーし。なあ、もうやめてくれよ。本気でビビってんのに。お願い、これからはちゃんと真面目に仕事するし、もう二度と会長になりすましたりもしないから。あ、ねえ、ちょっと、かばってくれよ。そうか。では早速仕事をしてくれ。それと、なりすましについては後でじっくり聞かせてもらおう。もうすぐ暗くなる。早く帰った方がいい。まさか。だが学生会長たるもの、学生の安全に責任を持たねばならない。念のため遠回りになっても行動は通らないように。あいつはもういない。俺の元へ来い。妃となれ。この市場の権力をお前と分かち合いたいのだ。
私は君を守りたい。君を傷つけようとする全てのものから。君が行くなら一緒に行こうかな。開始まであと30分だ。もう一度全体の流れを確認しよう。お前の友達、緊張してるみたいだな。順番を変わってやってもいい。僕、分かった気にならないでほしいね。暑いからさっさと帰りたいだけだ。リン君、間もなく出番だ。舞台袖に移動しなさい。はい、わかりました。
あの子の足元に何か。あれはなんだ？